みなさんこんにちは。伊丹イースター2018が開催されます。3月24日から4月8日、伊丹市内企業のキューピー株式会社と市内の飲食店や物販店23店舗、市内の関西スーパー7店舗、イオンスタイル、イオンモール伊丹がタイアップした伊丹イースター2018を開催します。 スタンプラリーが行われます阪急 JR 伊丹駅周辺の飲食店や物販店で買い物をした人には台紙にスタンプが押されスタンプの数に応じて抽選会に参加できます抽選会は4月8日日曜日午前10時から午後4時三軒寺前広場、雨天時は図書館言葉蔵で行います。抽選会場では 飲食店や物販店、エッグハント、ワークショップ、ダンスなどを開催します。お問い合わせ先は伊丹イースター実行委員会の板谷さんまでお願いします。零七二七八三の一三六七です。それでは、今回の伊丹だより、スタートです。 伊丹市ではより良い幼児教育の実現に向けて様々なことが計画されています今回は伊丹市教育企画課の木山さん学児課の藤井さんに伊丹市幼児教育推進計画について詳しくお話を伺いたいと思います。おお二方よろししくお願いします、えーはい、ではまずはじめになんですけどこの推進計画が作成されました、まあ、きっかけ目的などを教えていただけますかはい 公立幼稚園の園児減少に対して過去から学校教育審議会で議論されており平成20年の答申においても公立幼稚園の適正規模適正配置の方向性について言及されました、うん、続いて平成22年度22年の答申では福祉対策審議会における保育所待機児童の解消の観点と合わせて、うん 認定子ども園課の視点も踏まえた答申をいただきましたそしてその後公立幼稚園16園で入園希望者が減少し大半の園が1学年1クラスそういう編成になっていきました、うん、でまあ園児が減りましたので集団で活動する経験が不足するとともに各園の職員数も減少してまいりました、うん、平成26年の答申において 集団生活を送ることに対し望ましい方向性について言及,をいただき言及された答申をいただきその後2年間で市民講座やアンケートそして出前講座などを実施しその中で「3歳児の居場所が欲しい」っていうお声とか「預かり保育をしてほしい」っていうお声がたくさん寄せられました。で答申後3年余りが経過する中で 就学前児童の基礎児童数の減少が進んでおります、うん、保育所ニーズが増加する一方でやはり公立幼稚園の園児数というのは減少が進んでおります、うん、で幼児教育の重要性が今国内外で取り上げられています伊丹市としてもじゃあ全ての就学前施設において質の高い幼児教育を実現していくそれと同時にこれまでにもまして専門性を生かし、うん 家庭教育や地域の子育て支援機能を支えていくことが求められていると思っています。また、保護者の就労就労状況の変化があっても、幼児が同じ施設に通い続けられる就学前施設を目指すということが今後さらに必要があるのではないかというふうに捉えているところです。これがこの度の推進計画に立った経緯です。は,はい、もう伺ってます。すごく長い経過があって、すごいいろいろな いろいろあって今ここに至るという感じなんですけれどもねその推進計画がまあ始まるにあたってまあ一番気になるっていうのはやっぱりこう何が今もお話を伺ってどう変わっていくのかっていうところなんじゃないかなと思いますけれどもね、はいはい、この伊丹市幼児教育推進計画の,まあその取り組みの内容についてねあのもう少し教えてい,ていただけますか。はいうん ちょっとこ,これが伊丹市の地図、うん、全体の地図になりますの、はい、で伊丹市をこういうふうに ABCDEF と、うん、まあ6つの地域に分けているんですけども、はい、現在小学校が17小学校伊丹市にはございまして、はい、その1つの小学校の隣接するような形で1つの公立幼稚園もしくは認定こども園 法律の認定子ども園が今現在ございます、はい、しかしやはり先ほど申し上げましたように、うん、園児が減ってきており、うんえー、ある程度の規模に再編して集団保育に適した園児数を確保を目指そうっていうところを考えております。はい、で子どもたちが切磋琢磨できる環境とか さまざまな人と触れ合って多様性を学ぶことができるような環境に整備していこうというふうに考えております。うん、で、ちょっとこの地図ではわかりにくいので、うん、この現在のその再編の予定を、えっと、もう少しわかりやすい図でご説明いたします。はい、ブロックごとにこう分かれてるんですね。すねはい。うん、で、今現在2017年、うん、はい。 こちらには ABCDEF という中にこちらは公立幼稚園と公立保育所それから認定こども園のお名前が書いてあるんですけれども現在16の公立幼稚園がございますでこの下に16と書いてありますねで保育所園がそれが7つそして子ども園公立のこども園が1つという施設の数になっております。ではい そのえー、っと2020年、うん、2020年真ん中の行になりますが、うん、こちらでは、えー、A ブロックに関しましては、うん、痛み幼稚園そして痛み幼稚園のまあ分園としまして有岡を公立幼稚園再編と考えております、うんうん、で B ブロックに関しましてその下の B ブロックに関しましては、はい、えっと池尻幼稚園を公立幼稚園と残し、うんうん そしてあ、すみません。先ほどの上にも赤い字に見えてますが、うん、子ども園を一つずつ A にも一つ、B にも一つ設けようというふうに考えております。はい、はい、赤い字のとこですね。はい、はい。で C、C ブロックに関しましては現状と変わらず上密子ども園が一つございます。うんうん、で、D ブロックに関しましては水俣幼稚園を存続、えー、の幼稚園、うん、そして次の E ブロックに関しましては小木の幼稚園と。 保の池幼稚園を存続幼稚園そして F ブロックに関しましては幼幼、はい、幼稚稚稚園園園小屋の里幼稚園を存続幼稚園と考えておりますですので合わせて幼稚園とまあ分園というのを合わせて8つに法律としては再編するというふうに考えております。はい、で段階的にっていうふうに考えているのが2、うんうん、0 22年度一番右の枠になりますけれども、うんはい、2022年度には A ブロックはえっ、ー、とそのまま変わらずの公立幼稚園、うん、そしてあの子供園の数です。はい、で B ブロックも、えー、同じように、えー、公立幼稚園の数は変わらず子供園もそのままあります、うんで。C ブロックはもうそのまま現状です。なるほどで D ブロックも、うんえー、先ほどと同じ現状で、うん、E ブロックも同じ現状です。うん、で大きく変わるのが F ブロックで、えー、この年になりますと、うん、先ほど申し上げたあの子供園、はい、もう一つ 解説し、その再編のえっ、ー、と背景にはだから設養幼稚園と小屋のさで幼稚園を閉園していくということを考えているところです。うんうん、なるほどね。こ、はい、のようなまあ、内容になっているわけですね。はい、取り組みの内容がこうなってはい。わ、はい、かりました。じゃあえっ、ー、とこの推進計画ではまあ幼稚園なんかの再編だけでなくて、他にも大きく変わる部分っていうのがまああるとお聞きしたんですけれどもね、藤井さんその辺をお願いいたします。はい。 伊丹市では、うん、この4月より市内外の公私立の幼稚園保育所、うん、認定こども園等に通う市内在住の4-5歳児の保育料の無償化を実施いたします。はい。無償化の目的といたしましては、幼児期は人格形成上重要な時期に、えーうん、となりまして、この時期に質の高い幼児教育を受けるということが、まあその後の人生に、えー、大きな えー、影響を与えることから伊丹市のすべての子どもに国は平成26年度以降あの幼児教育無償化の段階的推進に取り組んでおりますが今回の伊丹市での幼児教育の無償化は国に先駆けて行うものでして周辺市を見ても45歳児の保育料を全額無償化するのは伊丹市が初めてとなっております。うん 対象となる方というのは市内在住の45歳児の保護者で市内だけでなく市外の幼稚園、保育所認定子ども園等に通う場合に保育料の全額私学助成を受ける幼稚園につきましては上限が30万8000円になるんですが、うん、無償といたします<お> <laughs> まあただあの預かり保育料や通園バス代といった実費につきましては無償化の対象外となります。うん はい、まあえー。今は幼稚園などのまあ再編とか無償化についてまあお話を伺っているんですけれども教育内容の充実にまあ向けまして他にも計画されていることっていうのはあるんでしょうか まず先ほど言ってました痛み師全体で取り組みたいのでうん、うん、幼児教育ビジョンやカリキュラムっていうのを現在今あの策定しておるところなんです。ってたい子供像っていうのを痛み師としてどんなふうに考えましょうかっていうことを今議論しています。で修学前施設に関わる者がそのビジョンを受けて保育で実践できていけるような内容を示すカリキュラムっていうのを作成していくところです。はい であとは幼児教育センターっていうのを2020年度から設置して、うん、そちらに幼児教育アドバイザーを配置し研究研修やあと家庭教育あと子育て支援機能などを整備してまいりたいと思っているんですね。でそこののアドバイザーっていうのが えー、さ先ほど申し上げてたみたいな6つのブロック、うん、そういうところをこう回りながらいろんな幼稚園保育所アドバイスをしながら幼児教育の研究の推進とかを支えていく<ぁ>そして特別支援教育の充実を目指して、うん、そしてやはり小学校へのね段階あのこう滑らかな接続っていうのが今すごく言われてますので、うん、そういう保,保育所幼稚園小学校の合同研修なども開催しそれをこう私立 施設の別なく、伊丹市全体で修学前教育として推進していきたいなと思っております。ね<ー>、あと公立幼稚園における、その三つの。 こう充実策といたしましては、三、はいえー、歳児保育、先ほど再編はするんですけれども、うん、前夜で三歳児保育をします。はい、それと預かり保育を行います。うん、で預かり保育に関しましてはもうこのし、うんえー、5月から2つの幼稚園で、うんえー、実施していこうとしているところです。うん、であと三歳児の親子の体験保育体験ができるっていうプレ保育っていうのも、うん、この5月から市内2つの幼稚園で実施していこうと今。 進めております。はい、なるほど。まあ、その教育内容の充実に向けてもう様々な計画まあ、行われているということなんですけども、何よりも。まあ市民の皆さんとともにまあより良い幼児教育の実現をまあ目指していきたいっていうところですよね。本当にね。ですねはい、本当に私たちから見たらまあ期待しています。ということですけど、まあそれに対してまあね。多少あの私も同じような世代の子ど供いるので、もう少し。 早かったらなんていうのは正直なところですけれどもね、<laughs> はいはい、まあ本当にあの期待しているところでございますけれどもね、はいはい、はい、幼児教育推進計画に関するお問い合わせですが、板見市教育委員会事務局幼児教育施策推進班零七二七八四の八一四七こちらまでお問い合わせの方をお願いいたします。あの本当にあの何か最後に。あの <laughs> よこすことはないでしょうか。まあ。ね,ね、子育てしやすい町伊丹を目指しておりますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、木山さん、内井さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。